ちは。こんにちは。さあ、湯高さん、はい、覚えてますか、この動画でも、ガチンコ、何でしたっけ、もうそれすらガチンコ野球だよ。ガチンコ野球をやって、一般の方のガチンコ野球塾じゃん、野球部です。野球部です。もう2人とも出てきてるんですか。10月末まで、はい、応募を待って、プロになりたいという方を1年かけて育てて、プロに、プロね、廃止そうという企画を。やっぱプロ野球レギュラーだけが、ね、うん、野球やってるんじゃなくて、そのパーツも必要だということ、はい、だからレギュラーを育てるっていうのは大変なことだけど、はい、だけどパーツを育てる、うん、まあ、例えばダイソーだったりだとかさ、はい、スペシャリスト、うん、その中のプロ中のプロを育てるという企画だよな。そうなんですよ。で、まあ、豊さんどういう方にやっぱり来ていただきたいっていうか、それは根性を座ってるさ、うん、やっぱやる気に満ちた、うん、夢を持った、うん、そういう青年を集まる。そうですよね。なあ、そうで、まあ、例えば足で言うと、うん、どのぐらいの速さが、まあ、周東とか和田とか、うん、あのレベルって、それでもなかったら、はい、その技術でそれをカバーできるぐらいに教え込んでいる、うん、そうですよね。その代わりスパルタだと思う。そうなんですよ、言ってたね。それね、まあちょっとこういうことを言っちゃいけないかもわかんないけど、うん、手が出る可能性もあるよ、もしかするとね。もうそれだけ愛情を込めて教えようと、はい、うん、燃えてるぜ。そうですよね。そう、で例えば、まあ、足のスペシャリストだったり、例えばバッターとかだったらどんなバッターにされたら。バッターは技術だな。技術、プロのコーチに教えられるよりも高いレベルで教えてやる。だ、例えば身内を絶対しなきゃいけないときはこうしろとかさ、はい、もう叩き込んでいくから技術を。そうですよね。あとは取りたいっていうチームが強豪になっちゃうみたいな。いや、いいね、ゆうた監督いいよねみたいな、あれ俺のとこ欲しいわっていうのがもう12球団みんな、いや、そうだよ、一斉に手挙げちゃう。いや、それだと、はい、まあ、この企画が、うん、続いていくよね。そうです。今年はこの選手、そう、来年はこの選手。ただやっぱりたくさん来てしまってもそんなの見られない。いや、それは困るもん。そう、だからやっぱり面接もしたりとかして、いや、厳選だよな。いや、そうですよ、ね、やっぱ厳選していって、まあ例えば一人になっちゃうかもわからない、もうマンツーマンになるかもわからないけど、可能性がある選手は5人ぐらいあるかな。まあ5人ぐらいですね。ただやっぱり練習をサボってしまうとか、あ、もうそんなんだったらもうすぐ来る、いらないよ、いらない、いらない、もうそういう根性、うん、最初からそういう気持ちで来るんだったらもうこっちからもう、こっちからもういい、もう来ないでくれと。そうそう、いうことです、ね、いくら素質があってもそういう精神のやつはダメだから、恥じちゃう。そうですね。だから豊さんもそれに向け、例えばちょっと体力をつけなきゃとかノックもするし、もちろんなんか鍛えてるっていう、もちろんそう、ダンベル上げてるんですよね。ダンベルはちょっとだけどな、うん、ダンベルはちょっともうまた、だから豊さんも鍛え直さなきゃみたいなことしてるって。いや、もうそろそろちょっとシェイプアップもしないといけない。そうですね。プラス例えばピッチャーを育てたいってなったら、豊さんが知ってるピッチングコーチ、まあ、例えば野村だったり、はい、この番組に出てくれたね、はい、野村だったり呼んできたりとか、うん、まあいろいろ各選手、はい、で活躍したポジションでね、はい、活躍した選手たちが来てくれる、うん、例えばもしかしたら江本さんが教えに来てくださるかもしれないし、掛布さんがバッティングに来るかも、来てくださるかもしれない。それは来るかも。そうですよね。来た。え、お前多くないかお前それ資料。はい、そんなに来た。あ、これ違う。あ、これね、はい、裏紙さっきまたされたんです。あ、これ違う、裏紙で他の資料。あ、そうです。これは巨人阪神戦のスタメンとか。いや、これ裏紙なんで、なんか好きなように使ってくださいみたいな感じで渡したんです。すいません、ちょっとまあ、うひろしかったですね。資料、その中入ってる。薄くないかお前。え、薄くないか、これ。え、なんで、どういうことないの。一枚もない。ちょっと待って、応募用紙が入ってたら封筒じゃないのこれ。これ、え、ちょっと、どういうこと。応募がないの、まさかの。おい、一人もか。マジか、どういうこと。ちょっと待って、すいません、
あの動画上げたよな。上げてます。動画上げたの俺もチェックしてるよ。私も動画見ました。俺も見た、コメントとかでもこのガチな企画いいですねとか、俺がもうちょっと若かったら応募してましたとか、いや物まね企画じゃないかっていうのも書かれてたけど、まあまあまあ、物まねで何が悪いんだよ。そうですよ、育てたらいいだろうって排出しようと思ってたじゃないですか。ガチだよな、はい、だって豊さん練習メニューも考えてね、頭の中にありましたし、週に1回どこに集まろうとか、そうでいろいろ考えて、ユニフォームも作んなきゃいけない。どうだろう、でボールも買わなきゃ、そうボールも買わなきゃいけない、誰をあのコーチにたまに呼ぼうかとか考えてまして、で私は先ほど聞きまして、あのそんなに長すくこの前振り話すつもりじゃなくて言おうと思ったんですけど、豊さんなんかすごく熱く語っていちゃって、いやそれは熱いでしょ、俺がやる気に満ちてたんだから、そういうの面白いなと思って、パーツを育てるっていうのは引くに引けなんだよ、言えよ早く、急に偉くなって、途中から私もね、あ来てるんじゃないかって錯覚に陥ってしまって聞きちゃったんですよ。マジでないの？え、いつも来てません応募が、はい、やる気ないわどっちなんだろうね、相当厳しそうだからやめたとか、そうか、今のそんな時間ねえよみたいな、だったらリトルリーグ行きます僕とか、ジュニア行きますとか、大学行きますとか、彼女と遊びますとか、これ整理するのもさ、ちょっと真剣にやんないとかわいそうだなと思ってたわけよ、はい、やっぱこう、まあ、例えば面接まで絞るのに10人とか20人とか言ってたじゃない、何通来るかなって思ってましたか、何人くらい、正直にそう、相当来ると思ったよ、100は行くと思ってました、思ってたんですか、いや思ってたよ、いやだから、はい、書類審査でも、はい、こう本当に目しっかり目を通して、はい、厳選にやらないと、これは金の卵を落とすとか、うん、やる気のある人たちがなえるとか、はい、そういうのが一番良くないから、はい、だから本当に真剣に、はい、こう調べなきゃいけないなと思ってたよ、もう分かった、うん、新庄に言って、うん、新庄の練習手伝うよその方が早いかも分かんない、あいつの方が情熱があるかも分かんない、ありますよ、あるだろう、うん、すごいあります、それでなってから来てから応募したって知らないぞっていや新庄がどっかのプロ野球球団と契約して、はい、そっからあやっぱり豊さんのとこ行きたいなって言っても遅いぞって、うん、やる気なくなる、豊さんが新庄さんを教えるんですね、プロテストに向けて、いや手伝いをする、あ手伝います教えるまではないから彼は一応持ってるからそう、あれ一応持ってるから、教えるまではないんだ、手助けはする、手助けはで妥協させないみたいな、あなるほどね、なるほど、じゃあし行けみたいな、ね、うん、そこはできるだけど自ら志願して教えに行く、教えに行く、それで仮に新庄が僕どっかのプロ野球球団と契約して、はい、あやっぱり豊さんとこっていう風にしても遅いぞっていう、うん、それ入ったらそれは多分新庄さんの力でしょうね、ういうこと本当にいつもないのか、そうなんです、あの毎日毎日、いやちょっと待って、はい、冗談でもないのか、冗談でもないですこういう、まあ冗談で来られたら困るけど、まあそうです、いつさえ来てればね、いつでも来てればいつ来てました、じゃあ会ってみましょうっていう、その企画がこの第一歩いけたんですけど、一歩もいけないっていうね、このマジか、あそうなんです、この令和の時代に、だからそんな暇なやついないかいや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 、私もいや豊さんの塾から誰かプロに行く人ができたらいいなって、だから手伝い来る予定だったろ、そうですよ、お弁当でもね、そうだろ、行こうかなって、おにぎりの一つでも握ってこうかなと思ってたでしょ、本当だから上沼インクさんの料理本とか見ながらね、私も細かいよな料理本でいいじゃないそうですかなと思ったんですけど、そうか、不幸なことにちょっと俺やる気なくなったから、もうじゃねえよ、やる気出したって誰も来ないのに、そうですよね、ということでこの企画ちょっと別の企画を考えよう、そうですね、なんか別のもっとね、皆さんがもうちょっとだから真剣にかなんかもうじゃなき容赦しないとか、もう足は周東選手ぐらい、周東選手ぐらい走れる選手いたらもう行ってますよプロに、いや育成なってるよ、ちょっと待って育成なってる、お前語弊がある、周東選手のような、うん、
足がないけど技術を教えてそのぐらいの成功率に上げていくっていう。私は周東選手ぐらいだ。いやー、ない、みんなないね。野田選手からそんななかなかいないよ、そんなの。もう一回そういうふうに言って応募呼びます。もういいわ。もういい。あともう一つあの報告がありましてあの DNA のちょっと監督なんですけど、まあ、ラミレス監督が退任されるということで、次期監督がね、いろいろ候補者がいました。落合さんなんじゃないかと。で、あの高木さんもね、その中に今回入ってないです。漏れました。はい、